はい、それでは第1試合で判定勝利となりました小林ほのか選手のインタビューとなります。おめでとうございます。ありがとうございます。プロデビュー戦終わってみての感想をお願いします。プロデビュー戦の感想は、とにかく楽しかったなっていうのと、自分の体力のなさにあーってなりました。思ったよりやっぱり緊張とかいろいろあって体力が、で今回の試合は今まで感じたことないぐらい緊張してなかった試合になりました。やっぱアマチュア時代はもっとなんか息できないぐらい緊張しちゃったりとかしてたんですけど、ちょっと楽しみが多くて全然緊張はしなかったです。そのアマチュアいろいろね、ボクシングだったり空手だったりいろいろやってきたと思うんですけど、プロのリングやっぱりちょっと格別なものがありましたか？全然違いました。もうなんか観客席に人がいて、チケット買ってくださった方が見えた瞬間にもう、絶対やんなきゃなみたいな感じで、全然違いました。それで今回、戦った対戦相手の辻選手もプロデビュー戦でしたけど、戦ってみて印象はいかがだったでしょうか？戦ってみての印象は、なんか意外と近くでやってきたなっていう印象でした。もうちょっとなんか自分的に遠くで前蹴り前蹴りとかで離されるかなと思ったんですけど、こうやって詰めることによって相手も来てくれて、逆にやりにくかったなって思いました。じゃあ、その点よりはちょっと違う戦いというか。そうですね、もうちょっと前蹴りとかをさばいてローの時にパンチとか考えてたんですけど、意外とあでもグッてきたんで、自分もグッてなっちゃいました。その中で、判定が、1名ドローという形もありましたけど、勝てた自分の中で勝因というのはどういうところにありますか？勝因はやっぱ自分は一発のパンチが得意だったので、一発当たったことの得点みたいな、それだけだったなって感じます。今回が、プロデビュー戦で白星という形になりましたが、今後プロになって目指すところというのはどういうところを目指しますか？目指すところは、自分アマチュア時代に宮崎幸喜選手に負けちゃってるので、まだまだ全然追いつかないし、もうこんな先なんですけど、いつかはって思ってます。そんな感じです。階級近いで、もうじゃあアトム級で戦えれば、はい、アトム級でやりたいです。わかりました。それでは今日応援してくれたファンの皆様にメッセージいただければと思います。最後にお願いします。応援してくださった皆様、本当にありがとうございました。今後もうちょっと体力もつけて、パワーもつけて、パワーアップパワーアップで頑張るので、応援よろしくお願いします。ありがとうございます。では以上で小林ほのか選手のインタビュー終了となります。ありがとうございました。ありがとうございました。